暑いなとか思ってるそこのあなた。東京ヴェルディでは夏休みに行うホームゲーム3試合でヴェルディ夏フェスと題してさまざまなイベントを行います。今週土曜日に行う蒲田マーレ讃岐戦のイベントをチェック。ああ今年の夏休みの宿題どうしようかなとか思ってる子供たちのために夏休みの工作や観察日記などを役立つイベントをご用意しました。カブトムシ狩り体験とカブトムシ&クワガタクラフト工作教室です。カブトムシ狩り体験にはお土産にペアのカブトムシと虫かごがつきます。それぞれ参加料がかかりますのでご注意ください。さらに なんとウルトラマンビクトリーがコンコースに登場。憧れのヒーローとの握手撮影を行います。また讃岐戦はスカイライトデーとして先着4000名様に光るミニフラッグをプレゼントします。イベントも楽しみながら東京ヴェルディの応援よろしくお願いします。